こんばんは、今日は2020年度の4月高3が受けた、4月の真剣休日模試です。頼まれたのはこの X8 いきますね。右の表はあるクラスの生徒20人の国語と英語のテストの得点の相関表です。右の横軸は国語の得点、縦軸は英語の得点を表して、表中の数値は国語の点数と英語の点数の組み合わせに対応する人数を表している。ただし空欄0人です。例えば国語の点数が5点で英語のが4点は4人いますね。で、1番、国語の得点の第三四分位数と平均値を求めようと。2番、国語の得点と英語の得点の標準偏差をそれぞれ求めようと。3番、国語の得点と英語の得点の共分散と相関係数を求めよう。じゃあ行きましょう。まず、1番。国語の点数の低い順から書きますよ。0、1、1、2、3、3、3、4、5、5、5、5、ん ?5 が6人か。1、2、3、4、6人。6、8、9、10、10、10か。で、全部で20人いるから、ここで10人、10人、ここで切れますね。左半分10人、右半分が10人と。で、ここはまあ中央値なんで、5と5の平均、まあ 5だから5が平均、中央値ね。で、聞かれてるのは第三四分位だから、第三四分位数はこれ、右半分10人いるので、左から5番目と6番目、もしくはまあ右から5番目と6番目、つまり6点と8点ね。右から1、2、3、4、5、6、5番目と6番目を足して2で割って、たやつが第三四分位ということは、6と8だから足して2で割ると、ただ7ですね。じゃあ第三四分位数は7ととしてください。で、次、平均点はじゃあ20分の1の、じゃあ全部得点書きます。したら20分の1にこれ足して100になるので、かける100ということは5ですね。平均点は5点と、国語の平均点ね。で、次、国語の分散SX2乗とするならば、20分の1の、じゃあ平均5だから、0から5を引いて2乗、1から5を引いて2乗。で、それぞれの、これね、これ全部5を引いて2乗してください。そしたら、ちょっと途中省きましたけども、そしたら、100、これ180であります。20分の1かけ180ね。ということは9と。で、聞かれてるのは分散じゃなくて標準偏差だから、標準偏差はルートつけてください。答え3点と。いいかな。はい、じゃあ次。じゃあ英語の平均点は、じゃあ同様に、英語が1、1、2、2、3、3、3、4、4、4で最後10点までね、20人分いると。じゃあ20分の1かけ80になりますので、答え4点か。あ、違う違う、答えというか、平均点が4点か。ということは分散、今から分散から、標準偏差の形を持っていきます。分散はじゃあ平均4だから、1-4の2乗、1-4の2乗、2-4の2乗でやっていくと、20分の1かけ、これ80になります。で、だから4ね。で、欲しいのは、分散じゃなくて標準偏差だから、それにルートをつけて、答えは2点と。いいですか。はい、で、次3番。これややこしいんだけども、3番、国語と英語の共分散を SXY としましょう。そしたら、国語の平均点が5、英語の平均点が4だから、それぞれまず1人目、1人目は国語が、1点、英語1点だから、国語0点か、ごめんなさい、国語0点、英語1点だから 0-5、1-4、ね、それを次、2人目が、1点、1点、3人目が1点、2点か。ということは、同じように 1-5、1-4 の掛け算、1-5、2-4 の掛け算、そのどんどんやっていくと、20分の1かけ100になります。ということで、5.1 ですね。5.1。いいね、共分散ね。国語と英語の共分散、5.1 と。で、あと、相関係数は、今の 5.1 を分子に持ってきて、SX と SY、それぞれ3と2だったですね。3と2、標準偏差ね。標準偏差かけ標準偏差で、共分散分子に。ということで、相関係数は 0.85 となります。よろしいでしょうか。はい。じゃあ、ちょっともう一回。まあ、これはやり方さえ覚えれば、まあ、あと計算ですね。計算がちょっとややこしいけど、計算がちゃんとできれば、まあ、満点を取れるところではあります。
じゃあ一応説明はこれで終わりにします。じゃあ一応ここ、3番とかだけ置いとこうか。じゃあここだけちょっと30秒ぐらい置いときますんで、写したい人は写してください。はい、じゃあ一応説明は終わりにします。